シリアという国はあったのかと、まあ、これはパリの銃撃事件がありましてですね、その後虎ノ門ニュースなんかでも、まあ、そのシリアという国がですね、我々が考えているような国ではないと、要するに日本のように歴史的にずっとシリアという国が存在したところではないという話をですね、いたしまして、その少しまとめ編といいますかですね、まあ、きちっとした図表の説明なんかをこのブログで行い始めたんですが、ちょっと1回目やった後間が空きまして、今日2回目になってしまったんですが、1回目はアッシリア時代ですね、紀元前の800年ぐらいの時代からですね、まあ、ローマ帝国に至る、まあ、いわば、まあ、その間にササン朝ペルシャなんかのあるんですけども、まあ、あのオリエントを中心とした世界というのがですね、ある時は、アッシリアであり、ある時はササン朝ペルシャであり、ある時はローマであったと、まあ、それで大体まあ500年ぐらい、紀元500年ぐらいまで来るんですが、まあ、その後今度はあの、マホメットですね、最近ではムハンマドと呼ぶんですけど、マホメットがですね、アラビア半島のメディナとかメッカで活動いたしまして、そのイスラム教が非常に大きくだんだん勢力になりましてですね、最初政党カリフ時代というのがあったんですが、4代続きまして、その後ウマイヤ朝がですね、イスラムの国を大体固定します。この地図で分かりますように、東の方はイランですね、インドの境あたりまで、それから中心はまあ言うまでもなく、アラビア半島からまあメソポタミアのところですね、オリエント、それからエジプトの北部、それからずっとアフリカの北部から、一番勢力の大きい時には今のスペイン、ポルトガルですね、そこまで占領いたしまして、まあ、大帝国を作ったわけですね。それで、まあ、大体このウマイヤ朝の領土がですね、今のイスラム教の領土とまあまあほぼ一致してるんですね。この当時はまだトルコはビザンチ帝国、要するにキリスト教でしたね、コンスタンツノーブルありまして、それでイスラム教はこの他に飛び地がありましてですね、それはアジアの方の例えばマレーシアとかインドネシアっていうのがイスラムなんですけど、ね、まあ、そっちの方にこう行ったと、まあ、いうようなことなんですね。でそれでこのウマイヤ朝の意識がちょっとあるんですね、イスラム教の方もしくはこの中東の人にはですね、もともとイスラム教の領土っていうのは、まあ、イラン、イラク、今ではトルコ、アラビア、それから、まあ、シリアなんかもそうなんですが、それからまあエジプトからチュニジアあたりまでですね、大体概念があります。それは一つのウマイヤ朝の時代の意識ですね。ダマスカスとかクセノフォンっていうところがこの頃は大きかったわけですけれども、まあ、いずれにしても、大体イスラム教ができてある程度勢力が確定した時期はこういう時期なんですね。したがってもちろんここでもシリアという国はないわけであります。それからその後今度は一時ここのイスラム教のところには蒙古が来るんですね。なんとか反国というのがずっとあっちこっちにできるんですけど、蒙古の勢力がこのイスラムまで来ます。それからしばらく経ちますと今度はまたイスラム世界が来まして、近世に近いところではですね、トルコがオスマントルコ帝国、今オスマントルコのトルコを取りましてオスマン帝国という場合が多いんですけど、いずれにしても今のトルコを中心としてですね、シリア、イラク、それからレバノンとかヨルダンとかそこら辺ですね、この場合はアラビア半島は違ってたんですけれども、エジプトまで、それからオスマン帝国はどちらかというとヨーロッパの方に興味を持ちまして、コンスタンチノーブル、イスタンブールというふうに名前が変わったわけですけれども、イスラムの首都になって1453年だったかな、長く続いたローマ帝国が、滅びて、そしてウィーンまで行くんですね、バルカン半島全部取るわけです。それからサファビー朝っていうあまり知られてない、これ非常に大きなイランを中心と、今のイランとかパキスタンを中心とした帝国がありまして、これイスラム教ですね。それからそのインドにもムガール帝国となりまして、これも半分というか3分の1ぐらいはイスラムですね。
寺院なんかもムガル帝国時代のイスラムの様式っていうのがあります。ただムガル帝国というのは非常に宗教的にはまああれやこれやが入ってると、まあ、東洋の宗教も入ってるし仏教も入ってるし、まあ、いろんな宗教がそれからもちろんインド固有のですね、宗教も入ってるというような帝国でありました。もちろんこのオスマン帝国の時も、シリアという国はないわけですね。まあ、ここを考えますとですね、その私たち日本人っていうのは海を囲まれ、四方が海で囲まれていると。だからある時に別の民族がダーッと来てですね、ほとんど日本というところに他の民族が住んでしまうということもなかった。それからまあ天皇陛下がおられて一応その日本というものの意識がみんなにあったと、まあ、いうことでこの地図でもわかるんですけども、世界っていうのはかなり大きく違うんですよね。大陸のところはですね、このように自分が住んでるところにわーっと他の人たちが来て、それ全然別の民族になっちゃうっていうのことあるわけですね。例えばウマイヤ朝の時代ですと、今のスペイン、ポルトガルがまあないんですからね。今スペイン、ポルトガルっていうと、それはやっぱりいくらなんでも、キリスト教徒の国っていう感じですよね。白人が住んでて。だけど、まあ紀元の800年とかぐらいにはですね、ここはそのイスラム教中東の領域だったっていうわけですね。それと同じようにこのオスマントルコ、オスマン帝国ですね、これはシリアとイラクという点で見れば、まあ、いわばごく最近まで19世紀の末まではですね、その第一次世界大戦ですから、もっと厳密に言えば1915年ぐらいまでは結局このオスマン帝国がまだ領土が少し少なくなっていましたけど、ありましたからね。でトルコ、シリア、イラクっていうのは同じ国でした。ですからこの人たちが日本人と同じようにシリアのどうのという意識がなかったことはまあ当然であります。ちょっとシリアという国があったのかっていうのがあんまり長くなるといけませんので、この2に続いて、今日は3もですね一緒にアップしたいというふうに思っています。